皆さんこんにちは。2021年にデビューを果たしたばかりのルーキー武井璃々佳選手、デビューしてからわずか1年で優出するという記録の持ち主でも有名な武井璃々佳選手ですが、どうやらすでに結婚の噂が浮上しているようです。今回は武井璃々佳選手の経歴を説明しながら結婚の噂の真相についてご紹介していきます。まずは武井璃々佳選手のプロフィールからご紹介します。名前武井璃々佳、登録番号5188、生年月日2000年9月25日、身長155センチ、体重43キロ、血液型 O 型、支部兵庫、出身地兵庫県、登録機128機、級別 B1 級。武井璃々佳選手は兵庫県出身の兵庫支部に所属する現役のボートレーサーです。小学生の時は野球、中学でソフトテニス、高校ではソフトボールと、学生時代は多種多様なスポーツに打ち込んでいたようで、身体能力もかなり高いようです。そして武井璃々佳選手は現在 B1 級で活躍している選手です。登録機は128機で、同期には飛田浩樹選手や大久保優香選手などがいます。武井璃々佳選手の師匠は藤岡俊介選手。藤岡俊介選手は94期の A1 級選手で、本人は中堅か中堅上位と言っていましたが、しっかりと実力を持った選手です。武井璃々佳選手と藤岡俊介選手はお揃いのカッパを着ていたり、一緒に写真を撮ったりと、師弟仲の方もバッチリのようです。レースの後も一緒にリプレイを見ていたりもするのだとか。武井璃々佳選手の趣味に関しても調査してみました。ご本人の X 旧 Twitter によると、どうやらゴルフをされているようです。またサーフィンもされているようなので、アウトドアなものがお好きなのかもしれませんね。まだまだルーキーな武井璃々佳選手ですが、一体どのような経歴を持っているのでしょうか。まずは武井璃々佳選手が競艇選手を目指したきっかけからです。武井璃々佳選手は父親の知り合いである競艇選手の森勇輝選手の走りを見たことで、ボートレーサーを目指し始めたみたいです。ボートレース尼崎へ森勇輝選手を応援しに行った際、そこでのレースを見たことで自分も競艇選手になりたいと思ったようですね。武井璃々佳選手は、森さんがいなかったらレーサーになっていなかったとまで言っているので、かなり強い影響を受けたのだと思われます。さらには北井織選手が初めて1着を取ったレースでヘルメットをしていない姿を見て、とてもかっこいいと思うと同時に、女性でも活躍ができるのはすごいと思ったことがさらなる後押しになったようです。男女が平等に活躍できる場があるのが競艇の魅力の一つですよね。そして武井璃々佳選手は養成所受験へと挑みます。しかしスムーズにはいかず、合格したのは4回目の受験時でした。これがダメだったら諦めようと思って挑戦していたみたいなので、見事ラストチャンスをものにされたようです。そして無事養成所に入った武井璃々佳選手ですが、最初は初めて親元を離れたということもあり、ホームシックにかかったこともあったようです。ちなみに武井璃々佳選手は勉強が嫌いだったみたいで、教室での実習授業が嫌いだったとのこと。しかしせっかく入ったのだから諦めるわけにはいかないと頑張られたみたいです。そうして養成所を無事卒業することになった武井璃々佳選手ですが、一つのトラブルが起きてしまい、そのデビューは少し遅くなってしまいました。そのトラブルというのがデビュー前の怪我。本来は5月にデビュー予定だった武井璃々佳選手ですが、直前の練習中に負傷をしてしまったため休養が入り、デビュー日は少し遅れた2021年6月18日にボートレース尼崎で行われたレースになりました。その後武井璃々佳選手は2021年12月29日にボートレース尼崎で行われたレースにて初勝利を挙げます。順調にボートレーサーとしての道を歩んでいる武井璃々佳選手ですが、なんと2022年6月23日に初優出をしました。デビューからおよそ1年での優出は女子レーサーとしては最速、同期である128機の中でも最も早い優出でした。残念ながら結果は6着と振るわないものでしたが、
それでも優出を果たしたという経験はきっとさらなる成長につながっていくでしょう。選手としての目標については、女子レーサーの中でトップになることになったそうです。明確な目標を持っている武井理香選手、今後目標を達成できるのか要チェックです。そんな武井理香選手の走り方についてもご紹介していきます。ルーキーであるためか、基本的にアウトコースでの進入が多い様子ですが、それでもかなり順調に成長を重ねてきています。握って回るパワフルなスタイルでのレースを見せてくれることも、今後成長するに伴ってどういう走り方を確立していくのか楽しみですね。女性レーサー史上最速で優出を果たした武井理香選手、そんな武井理香選手のプライベートなどが垣間見える SNS アカウントなどはあるのでしょうか。気になってるファンの方々のためにも SNS アカウントについても調べてみました。まずは利用している方も多い X、 旧 Twitter からチェックしたところ、武井理香選手のアカウントをしっかり確認することができました。どうやら Twitter は2022年3月と比較的最近に開設されたみたいですね。 Twitter ではどうやら日々のレースの感想などをつぶやいているみたいです。気になる方はぜひフォローしてみてはいかがでしょうか。次は Instagram のアカウントについても調査したところ、こちらも武井理香選手のアカウントを発見することができました。インスタグラムの方では飼っているワンちゃんのロコくんの写真や仲間内で撮った写真などを上げていらっしゃるみたいです。師匠である藤岡俊介選手とのツーショットなどもありました。またインスタグラムのアカウントはデビュー当初からあるみたいなので、初期から今までの写真をチェックすることができます。そんな武井理香選手はすでに結婚しているとの噂がありました。デビュー間もない武井理香選手は本当結婚されているのでしょうか。調べてみたところ、武井理香選手はご結婚されていませんでした。まだまだこれからの若手選手なので、しばらくは結婚されないと思っています。彼氏の情報も出ておらず、今はボートレース一筋といったところでしょうか。休日もボートの練習が忙しく、恋どころではないかもしれませんね。いかがでしたか。今回は武井理香選手の経歴を説明しながら結婚の噂の真相についてご紹介しました。デビューから順調に優出まで果たした武井理香選手ですが、まだ実力を発揮しきれていないレースも見受けられます。しかしまだまだ発展途中の選手なので、これからどういった成長をしていくのか、今後も期待して応援していきたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。